フィンランドにこんなに人がいたんだ。よっ。切れ込み隊だ。ガッツ隊長もいるぞ。鷹の団最強の戦士だ。いやー、こりゃすげえや。どうです隊長、手の一つでも振ってみちゃ。あんたって今回のヒーローなんですから。隊長ん、どうしたんすか、またぼーっとして。このとこ元気ないみたいですけど。んなことねえよ、こんなの3年前には誰も考えなかったんだ。ほんとっすね。俺の国を手に。あいつ以外はな。皆の者、長きにわたる試練の歳月、まことに大儀であった。心から礼を言うぞ。皆も知っての通り、この勝利はグリフィス卿を率いる鷹の団の活躍によるところが大きい。この100年、不可能と言われ続けたドルドレー攻略を彼らはその類いまれなる勇猛果敢さで成し遂げたのだ。よって世はグリフィス卿と鷹の団に白鳳騎士団の名を与え、千人朝食には例外なく騎士の称号と爵位を与えようと思う。おお、白鳳将軍。白鳳騎士団ですって。まあ、バカな、これではますます奴らが。いって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 、やっぱり夢じゃねえ。俺たち貴族なんだ。叙任式が済めばグリフィスは白鳳将軍、鷹の団は白鳳騎士団か。ガッツ、出ていくのか。クロウがやっと実を結びかけてる。鷹の団はこれからじゃないか。もう決めちまったことだからな。このままあいつの夢に埋もれるわけにはいかねえんだ。不満でもあるのか。あるわけねえよな。俺たちは旧国の英雄だぞ。もうすぐ貴族の仲間入りよ。カビくせえ兵舎とおさらばだぜ。け、大ボケ野郎だぜ。血の滲む思いをしてやっと手に入れたものをお前は捨てちまおうってんだからな。
俺は出会っちまったんだ。自分に振り向かせたいと思う奴に。だが高みを目指すあいつは、俺には眩しく映った。もうごめんなのさ。あいつの夢の中で、あいつを見上げてるのは。俺は自分で手にする何かであいつの横に並びたい。俺はあいつにだけは舐められるわけにはいかねえんだ。グリフィスの横に並ぶだ？バカ言ってんじゃねえ！あいつは特別なんだよ！俺たちとは違うんだ！貴様がその地位にいられんのはグリフィスあったればこそだろうが！地位や階級には興味ねえ。俺が欲しいのはもっと別の。自分で勝ち取る何かだ。それがガキのたわごとだってんだよ！そんなもんが簡単に見つかりゃ誰も苦労しねえよ。夢をつかめんのはほんの一握りの人間なんだよ。大抵は現実と折り合いをつけてなんとかやっていくもんなんだ。俺はさ、昔から何でも小器用にこなせる方だったけど、どれも一番にはなれなかった。それで決めたのさ、自分でなれないなら一番になれそうな奴の下につこうって。最初から何も欲しがらない奴なんていないさ。でも、誤解すんなよ。結構気に入ってんだ、俺。今の自分の立場もさ。見つかるといいな。お前の何かっての。お前、キャスカとは一体どうなってんの？ああ、なんだそりゃ。二人が崖から落ちた一件以来、ずいぶん親密な仲になったみたいじゃないの？まあ、あいつとはいろいろあったからな。なんだよ、その目は。高野団の古株なら誰でも知ってることだろう。あいつはグリフィスが。キャスカはグリフィスとは一緒になれない、多分。え？グリフィスは何一つ持たないところから大将軍の座に上り詰めた。でもあいつは止まらない。あいつの求めるもの、到達点はただ一つだからな。いくら大将軍と言っても所詮は軍人さ。それ以上のものではありえない。切り札が必要なんだ。何か最後の一押しをする。お姫様さ、シャルロット姫をいただいちまうのがグリフィスにとって野望を叶える一番の近道、そしてただ一つの方法だ。グリフィスは今や天下の白宝将軍、旧国の英雄だ。決してシャルロット様と比べたって見劣りしたりはしない。偶然にもシャルロット様に次ぐ第二王位継承者のユリウス将軍とその息子のアドニス様は今は亡き者だし。ガッツ、お前。いや、まあいっか。ガッツ、このことはみんなに口外しないでくれ。あいつらを信頼してないわけじゃない。高野団は運命共同体だからな。だがあいつらには俺の薄汚い部分はあまり見せたくない。あいつらには登っていく感覚だけでいい。ガサツなお前には付き合ってもらうぜ、とことん。お前どう思ってんだ、キャスカのこと。抱きたいとか思ったことないの？俺は、あいつはいい女さ。戦場で背中を任せられる女なんてそうはいない。でもあいつは俺にとって女というより
戦友なんだ。だから、いや、違う。あいつが見つめているのはグリフィスだから。だから、今は今の俺じゃダメなんだ。そっか。お前なら結構脈あると見てたんだけどな。やるっきゃねえよな。出て行くのか。ああ、鷹の段も抜けるつもりなのか。すまねえ。すまないじゃわかんないよ。鷹の段はガッツにとっても家族同然のはずじゃないか。やめとけリッケルト。大の男が決めたことだ。黙って行かせてやろう。世話になったな。グリフィス、あの時言ったはずだ。お前は俺のものだとな。俺はこれでお前を勝ち取った。お前の戦場もお前の死も全て俺のものだ。俺の手の中から出ていきたいというなら、あの時と同じ剣で自分をもぎ取っていけ。笑ってじゃあなってわけにはいかねえのか。マジらしいな。待ってよ、二人とも本気なの？仲間同士で切り合うつもり？どいてるキャスカ、邪魔すんじゃねえ。
始まり切り合いで終わる。それもいい。俺にしてみりゃ上出来だ。お前にとって俺は血を流すくらいの価値はまだあるってことだもんな。生きたいのか、そんなに俺の手の中から出ていきたいのか。ダメだダメだ、許さない、引かせない。ガッツは強いだけど、グリフィスならきっとあいつを止められる。そう、そして何もかもまた今まで通りに。私は望んでいる、いてほしいと、あいつにいてほしいと望んでいる。まるで敵でも見るような目だな。当然か、恨まれたって文句は言えねえ。だがよ、それでもたとえお前に憎まれても、裏切り者扱いされようと、だからよ、だから行くぜ俺。お前は俺の。け、腕の一本でも切り落とされりゃ目が覚めるだろ、あのバカも。そううまくいくかな。ガッツの剣は常に生死の境で鍛え上げた、いわば修羅の剣。やはりグリフィスの表情にいつもの余裕がない。二人の力は拮抗している。みんなどうしたんだ、切り合いだぞ、止めなきゃ。二人の問題だ、俺たちが口を挟むことじゃない。忘れちまったのか、剣で取られたら剣で取り返す、それが傭兵の俺たちの鉄則だろ。だけど、だけど変わったなこいつも。以前のキャスカなら仲間が傷つくことがあっても意に介しはしなかった。それが自分の命に関わろうとグリフィスの意志ならばためらいはしなかったろう。こいつ気づいているのか、自分が変わり始めていることに。大丈夫、道端で石ころにつまずいたようなものさ。つまらない小さなことだよな。お前の行きたいところはもっと遥か遠いんだろう。だから大丈夫、立てるよ。そして歩き出すさ、すぐに。
だったのに。誰？グリフィス様、一体どうなさったのです？こんなことが知れたら大変な騒ぎになりますわ。すみません、このような非礼やはり許されることではありませんね。すぐに。お会いしたかった。グリフィス様がご出立されてから私ずっと怖くて、戦場から悪い知らせが届くのではないかと毎日そればかり、どれだけご無事をお祈りしたことか。神が願いをお聞き届けくださったのですわ。ごめんなさい、安心してたら涙が。悲しいことも、みんな火にくべてしまえばいい。グリフィス、急にこんなところに招集かけてさ。軍事教練だろ、抜き打ちの。でも何の装備もいらないって。じゃあ野掛けでもやろってんだろ。そりゃ中団に勝ってこの方はまともに戦はしてねえが、だからってこんな日にやらんでもな。昨日もとうとう帰ってこなかったし、やっぱりショックだったのかな。グリフィス、バカ、グリフィスがあんなことで落ち込むような玉かよ。それにしても遅いな、グリフィス。敵襲！乱世の常、しかしシャルロット姫には少しも婚礼の噂がない。何を抱きたいのですか？
シャルロット様を。いえ、あなたが抱いてほしいのでは。黙れ。これだけ責められて声一つ立てねえなんて、おら感動しただ。ん？お、なんだこれ。おもしれ、おらにくれろ。もったいねえ、落としちまった。幽谷の英雄は重罪人と名を変え、白い鷹は地へと落ちた。忘れていた。傍らに剣がないとどうにも不安で落ち着かないこの感覚。もしかして俺はまた二度と手に入らないかけがえのないものを自分から捨てちまおうとしてるんじゃないのか。そもそもグリフィスのあの言葉を聞いて思いついたこと、これで自分の意志で歩き出したと言えるのか。さっき、やはり歯車は回り始めたか。もがく者よ、心をするがよい。ゾッドか。いや違う。しかしこれは奇妙な現実離れじゃ。この感覚は、これより一年の後、食の時、貴様と貴様の友ら、今は見えざる肉なき肉の者ども、そしてその王たらん貴様の半身が彼の地に集う時、貴様の上に人の身では決して上がないきれぬ狂気の豪雨、死の嵐が吹き荒れるであろう。だが心するのだ、もがく者よ。貴様はムクロより出でて泥の中で死より始まりし者、誰よりも死に近く、それゆえ死より逃れる術に長けている。もがき、挑み、あがく、それこそが死と対峙する者の唯一の剣。夢夢忘れぬことだ。何者だてめえ。なぜ俺のことを。絶望の淵で折れた剣を手に立ち上がる者のみが、あるいは。待て。消えた。幻か。ドクロの騎士。やるっきゃねえよな。
取りたびた武勇人だな。金目のもの置いてってもらうぜ。ここは山賊の住みかか。始末しないことにはおちおち眠れもしねえ。身ぐるみ廃止まい。出くわした相手が悪かったな。張り合いがねえ。なめてんじゃねえぞ。ざまあねえな。死ぬ気で踏ん張れ。お仲間はまだか。バックさせてくれよ。獲物はまだ残ってんだろうな。おお、雑魚がうようよと。目にもの見せてやら。取れるもんなら取ってみな。てめえら全部生すぎりだ。飛んできやがれ。うまつきか。助けてくれよ誰か。頭かち割られてるやつは前に出ろ。強すぎる。よくも仲間たちをやってくれたな。この会を舐められちゃ終わりなんだな。恨み倍にして返してやるぜ。仕事だ、気合い入れろ。
知てえか。こいつもだいぶ傷んじまったな。早いとこ直さねえと。おめえ剣士か。ああ、そんなところだ。剣を出せ。俺は五度、おめえの剣の面倒を見てやる。エリカだよ、よろしくね。やるっきゃねえよな。ねえ、死んじゃうよ。こんなの続けてたらいつか本当に死んじゃうったら。そうか。ねえ、どうしてこんな無茶なことするの？剣の練習ってさ、こんなことまでやんなくちゃいけないの？私やだな。だって痛そうだもん。どうだかな。だけど俺をぶっ飛ばしたやつはこんなもんじゃなかった。もっと、はあ、それって人間？うん、ちょっと違うかな。怪獣？まあそんなとこか。ガッツ、そいつとまた戦いたいんだ。やめた方がいいよ。怪獣じゃさ、やられちゃうよ。そうかな。じゃあ勝てるの？さあどうだろうな。どっちなのねえ。
宝はあるんだろうな。誰か助けて。痛い目見ないとわからねえか。くださいお願いしますだろう。目にもの見せてやるよ。
適当なところでずらかるか。防衛、うまくいったな。なあ、ゴド、あんたなんでこんな山奥で一人鍛冶屋なんてやってんだ。一人じゃねえ、娘もおる。あの裏山はいい鉱石が取れるんじゃ。なんでも昔は妖精が住んどったんだと。ふん、ゴド、あんたなんで鍛冶屋やってんだ。好きか、鍛冶屋。さあな、おりゃ歩くのより前に元能を握っとった。好きだ嫌いだ考える前に目の前の鉄を叩いとった。あとは今よりうまく今よりいいものをと考えているうちに、あっという間にこの年になっちまった。簡単なもんよ。生まれてこの方、おりゃずっと鉄をぶったたいとる。生きてるやつがなんで生きとるんだかわからんくらい。俺にもなぜぶったたいとるのかわからんわい。そう、一つ鍛冶屋やっとって気に入っとるもんがある。火花だ。火花はいい。吸い込まれる。まるで命。自分の命そのものが一瞬目の前で弾けているような気がする。